皆さん、そうだろ、6月会ラウンワンです。あれですね、いつもと変わった、ちょっとこれからね、一勝負あるっていうことなんですけど、まあ、まあまあまあ、運動だよね、準備運動入ってた、入ってた物語に入ってた。ゴルフ親父さんがまたいらっしゃる。ゴルフ親父じゃないんですよ。俺が一番最先端そして今日何するかと言いますと、ドクマチで初めてちょっとコラボができると。はい、皆さんパリピ孔明って知ってますか？あ、見てましたよ。それが、それのコラボのお話が来てて、はい、実際にもう先生お呼びしてるんで、教えてもらって、はい、最後ちょっと皆さんで踊るというのをやろうかな。はい、じゃあ先生お願いします。ほんまに先生、よろしくお願いします。お願いします。パリピ孔明の英語役を務めさせてもらいます、ゾマイカじゃないです。そしてそのファン1号のバロンです。よろしくお願いします。お願いします。お前らどうした、テンション低いよ。こっちのセリフですよ。英語さん、今の聞いて、はい、英語さんお願いします。今の言うことを聞いて、はい、一緒に今からパリピ孔明のスキスキバンバンを、もう一回言います。もう一回、これじゃ入っちゃうよ。スキスキバンバンを踊るわよ。お願いします。じゃあ早速レクチャーの方始めていくわ。はい、じゃあみんなまずはこの、はい、よく TikTok とかでも流行ってるこの押しポーズを皆さん、背中しか見ないですね。こっちね、はい、で右重心、はい、なるほど。1、そして反対いきます。でもう一回反対、次上にいきます。そしてまた下、はい、いきますわよ。1、2、3、上下、これがまずこの動きは一番初歩的な動きなので、みんな覚えていきましょう。左手を上に上げます。そして下に下に切れる、ウェーブをするのです。今度は後ろにもウェーブします。お、上手じゃない。カメラ越しに見てるのよ。カメラ越しに右手をこっち、左手は腰に、で右にちょっとジャンプしながらくるくるします。せーの、くるくる。そしたら今度反対にこっちの方です。はい、ナイス。左手はまっすぐ。そしたら今度下に回します。回す。そしたらまたもう一度上に回す。はい、そしたらこの右手を左に、あ、右に、そして上からちょっと体にウェーブを流す。お、ウェーブ上手じゃない。ウェーブ上手。下にパンチして上に上げたらここでくるパリピポーズ。そして下に下げてシャキン。最後ラストはこのポーズで終了やります。覚えたかペラ。はい、大丈夫ペラ。大丈夫ペラ。もう不安な顔が覚えたよね。そうですね、いけました。これ、はい、これ2時間かかるんですよ。まあ、じゃあ今レクチャーしたばっかりなので、はい、じゃあ早速、はい、練習をちょっとおのおのでみんなでやっていきたいと思います。はい、実際の音で一回やってみますか。はい、じゃあ一回曲でお願いします。何度も尺さ
すごい素晴らしい、すごい、やった、踊ってみた、踊ってみた、ありがとうございました、でした、でした、でした。